メジャー2年目のシーズンを迎えたレイズの筒香。昨シーズンのデビュー戦、いきなりホームランを放ち、メジャーでの活躍を予感させた。ところが徐々に調子を崩し、打率は2割を切るなど思うような成績を残せなかった。一体筒香に何が起こっていたのだろうか。すごくこう前半のこの状態っていうんですかね、非常に良かったっていう印象を持ってるんですけど。そうですね、シーズン最初はすごくいい感覚で、入れてたんですけど、自分の中でどこかが違うっていうのはずっとありながら、ボールを捉えられてない、インパクトの前に一回テイクバックで打ちに行った時に目で捉えられてない。海を渡って1年目、メジャーのピッチャーが投げるボールに戸惑っていたという。打つ球打たない球っていうのが体でも目でも感じれないまま、曖昧な状態でインパクトを迎えているような状態です。アメリカの投手の変化球って、小さくて強いので、しっかりこうストレートも変化球も振らないといけないっていうのが勝手に脳に昨年はずっとありましたので、余計に体が固まると言いますか、ボールをとにかく見ようとしてたので、分かった時にもう打ちに行ってももう遅いっていう状態でした、去年は。だからちょっとこう覗き込みすぎたっていう感じなんですかね、ボールを。そうですね、逆にやっぱり見に行ってしまうと体も止まりますし、迎えた今シーズン、同じ失敗を繰り返さないためあることに取り組んでいる。それはボールの見方を変えることだ。昨年で言いますと、何ですかね、ピッチャーがこのリリースポイントから離れたところから来るまでずっとこうボールを追っかけてるような感覚だったんですけど、もう早く見極めて、そこにも迷わず思い切ってバットを出していくということをやってます。レイズ独特の日替わり打線だ。レイズはデータを重視し、毎試合のように打順を変える。日本では主に中軸を担った筒香だが、昨シーズンは1番も任されるなど全ての打順を経験した。その打順によってその打ち方であったりとかアプローチの仕方を変えたりとかってするんですか。どうしても1番2番、6番7番に入ると、ランナー1塁にいたら1、2塁間にちょっとゴロの打ちに行こうとか、なんかそういう今まで野球を経験してきましたので、いろいろ考えすぎて自然に変わってしまうっていうことが多々ありましたので。独特のチーム事情に戸惑う中、おはようございます。メジャー6年目のチームメート、韓国出身のチェジマンからアドバイスをもらったという。話してると、やっぱアジアで細かい、昔からそういうような野球を経験してるんで、やっぱりアジアの選手は考えすぎるっていうことを彼も言ってましたし、考えすぎないで打席に入った方がいいよっていうことは彼は常に言ってましたので、たとえどういう打順になったとしても筒香選手のバッティングスタイルというものを変えないと。そうですね、どしっと構えて自分のスイングをできたらいいかなと思います。